3、2、1、はい、うい。はい、こんにちは。バーチャルフマハラです。はい、今日はですね、台湾に来ておりまして、なんとこちらにいらっしゃいますりょうさんとコラボさせていただきたいと思います。はい、りょうと申します。よろしくお願いします。はい、すごい。りょうさんは台湾の方の日本語をすごい喋れる。すごいね。すごい。はい、前ちょっと日本語学校で通ったこと。ああ、そうなんですね。うん、で今日はですね、台湾と日本の臭い食品ありますよね。うん、それをお互いにこう食べて、そう食べて、うん、顔を歪めた方が負け、大丈夫って方が勝ちっていう勝負をやりたいなと思います。はい、はい、大丈夫ですか？大丈夫ですよ。大丈夫ですか？苦手食べ物がない。あ、ない、はい、それは。あ、じゃあまゆちゃんは、ん、何が苦手？トマトです。トマトか。トマトどうして？トマト美味しいじゃん。トマト美味しい。ちょっとスパイですけど、ちょっと甘い。中が苦手なんでしょ。これぐちゃぐちゃした中が苦手。ぐちゃぐちゃした中がちょっと苦手。はい、でも今日はトマトじゃないですね。日本代表の臭いものといったらこちら。納豆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 です。ただごめんなさい、僕ね、日本から納豆か持ってくるつもりが忘れちゃって。台湾の納豆。そう、台湾で。おかめ納豆を買ってきました。はい、一応並行輸入品なのかな。ここは TW で、あ、TW って書いてある、はい、そう、ちょっと忘れちゃって。忘れちゃった。そうだよ、ごめんなさい。そしてじゃんじゃん、うん、臭豆腐という臭豆腐。うん、臭い豆腐。そう、うわ、臭い。うん、じゃあまずはそれぞれの国の、まあ、それぞれの臭いものを普通に食べましょうか。はい、で、その後交換しましょう。交換。じゃあ納豆から。納豆だ、普通に納豆。納豆、ね、うん、今日さん、匂い嗅いでみてください。ちょっとやっぱり変ですか？ちょっと変な匂いですけど、やっぱ臭豆腐の匂いか。じゃあこっちで嗅がしてもらおうか。あ、あれ？ちょっと違うな。漢方っぽい匂いかな。はい。あ、でもそんなに思ったこと。僕に対しては強烈。強烈だった。僕は強烈。じゃあちょっとそれぞれ食べましょうか。普通に辛さが調整できる。あ、そうなんですね。うん。小辣、小、小、辛、小、小、ちょっと辛。ああ。まあ日本でも苦手な方いるけどね。はい。じゃあ私は普通に。うん、同じ。甘い。うん、甘い。しょっぱい。あ、しょっぱい。甘い。甘じょっぱい。甘じょっぱい。でも日本と全く一緒。ああ、よかった。ちょっと食べてみて。普通に食べれるよね。うん。うん、納豆は我々は大丈夫です。うん、これは鴨の血。血、豆腐じゃないですか？豆腐は、豆腐は一番下って。ああ、そうなんですね。ああ、本当だ。本当だ。なるほど。はい、それが豆腐だ。はい。あ、で、上にあるのは豆腐なんですね。え、血が入ってる。あ、こんな感じ。はい、普通な豆腐。うん、豆腐ここある。あ、これか。うん、全然大丈夫だね。あ、そりゃ自分の国のものは大丈夫。そういうことだね。おいしいな。パパ、おいしい。うん。じゃあ今度はこれを交換しましょう。はい、ちょっと蜘蛛の糸みたいな。そうそう、ネバネバしている。ネバネバしてますね。くるくる回ると切れますよ。これは醤油。それはタレです。タレ、タレ、タレで、黄色いのはからしです。からし、ちょっと辛い、うん、ね、ネバネバが嫌いな人多いですね。ネバネバがない納豆はでもそれにない、ね、納豆はネバネバした方が美味しいんです。美味しいポイントはこっち。そう、こっち。ネバネバが美味しい。ネバネバが美味しい。これが鴨の血の塊。まあ、血。そしてお豆腐ですね。はい、はい。でもこれあれだからね、台湾の文化、はい、食文化の一つだから。はい、パパは食べます。いくよ。強烈。じゃあせっかくだからこの血の塊も。はい。はい、鴨の血もちょっと豆腐みたいな。あ、そうなんですね。湯豆腐な感じ。じゃ
まず一口食べるのは豆腐にします。はい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 。3、2、1、はい、うい、うん、うん、あ、でも、え、うん、おいしい。うわー、あれ、二人とも普通の顔。あ、でもあ、なるほどね。うん、最初に口に入れた時にプーンってちょっとするんですけど、はい、で、味はすごく美味しいです。だけどその後また飲み込もうとする時にちょっと臭んでる。でも、鼻は臭いだけど、スープの味が美味しい。そうなんですね、はい、じゃあスープ飲んでみようか。じゃあちょっとスープいただいてみますね。ちなみに、りょうさんは全然大丈夫。全然大丈夫だよ。あれ、うん、ちょっとネバネバの食感が、台湾の食べ物ちょっと違うんですけど、そうかそうか、味は美味しい。あ、うん、ご飯に食べたい。ご飯に食べたい。すごい日本人。どうにもに。じゃあちょっと飲ませてもらいますね、スープね。あ、本当だ、スープ美味しい。うん、ふわふわ。あ、スープ全然匂いがしない。あ、スープはちょっと漢方。あ、漢方ですね。で、ちょっとスパイシーだから、エシン君食べられないかも。うん、よかった。よかったけど、せっかくなんで、この何でしたっけ、ヤギの血。カモか。せっかくなんで、カモの血もいただいてみます。はい。これはレバーみたいな。はい、うん、ちょっとこんだけ飲んでみよう。これだけ、じゃあチャレンジしてみよう。これだけ、ほんのちょっと、たったこれだけ。ほら、エイシン君、一粒みたいな。そうだよ、納豆一粒と一緒だよ。この対決の結果なんですけども、はい、VTR ご覧ください。はい、ういん、これパパが負けてる。あ、ということで、りょうさんの勝ちかな。うん、ね、はい、りょうさんにはですね、スイーツをいただいていただきましょう。スイーツ今ないんだけどね、うん、はい、食べ行きましょう。はい、りょうさんは納豆食べたことありました？はい、あったんですね。 あったの。そっか、あった。そりゃ負けるわな。うん、はい、ということで、うん、今からスイーツ食べに行くんだけど、うん、はい、りょうさんの方の動画でも、うん、はい、血が出てると思いますんで、多分この辺に、ね、URL 貼ってあると思いますんで、ぜひ見に行ってみてください。じゃあスイーツ食べに行こうか。うん、はい、あ、違うか、パパ食べれないんだ。うん、はい、ということで、ご褒美のデザートはこれはタピオカミルクティー。美味しそう。うわ、かき氷だね。うわ、すごい。すごい美味しそう。いっぱいタピオカ。タピオカがいっぱい。タピオカすごい。めちゃ美味しそう。このアイスクリームもミルクティー。あー、そうなんだ。うわ、アイスまで。じゃあいただいてください。あ、ちょっと。あー、コードにしちゃうぐらい美味しいな。すごいいいね。エシン君いいですね。うん、ちなみにパパは負けたので食べれませんが、なんと、なんでですか、エイシン君、勝負してないのに。あれ、これなんですか、まさか食べるつもりですか。うん、じゃあ、はい、じゃあせっかくなんで、台湾かき氷食べてみてください。いただきます。これすごいマンゴーだな、こっちは。うん、氷までマンゴーだ。うん、よいしょ。美味しい？うまい。ああ、そうだろうね。絶対美味しいよ。マンゴー。ちゃんと豆腐パンまであるんですね。パン、こういうないな。あ、違う。ちょっと、ちょっとプリンみたいな。はい。ブリュレとか。パンナコッタみたいな。はい。ミルクの。あ、練乳かかってる。あ、そう。美味しい。よかったですね。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方で、いいねボタン、高評価、グッド、ライクお願いします。そしてぜひお友達にも教えてあげてください。ちょっと今回のおすすめ動画はいつものところに出てますので、ぜひチェックしてみてください。チャンネル登録、看板の中であるからよろしくね。そしてりょうさんのチャンネルもよろしくね。はい、ということで
今回以上でございます。バイバーイ。